ハーフで良かったですか？良かったとか良くなかったとか考えたことがないぐらい、うん、どこ行っても外国人扱いになっちゃうっていうところがなんかちょっと嫌だ。なんだろう、気のせいかな、電車に乗ると横に誰も座ってくれないです。 Hey guys, how you doing? I'm Takashi from Japan. Today I'm going to interview half Japanese people. What's it like being half Japanese in Japan?I have some friends who are half Japanese, but actually we haven't talked about it, so I'm gonna find out what's it like being half Japanese in Japan. On my channel, I interview Japanese people and foreigners in Japan and making vlog in Japan and react to Japanese things, so it's the best channel for anyone who wants to come to Japan without traveling or living. So if you haven't subscribed yet, please subscribe to my channel. And on my Instagram, I show my daily life in Japan and share information about Japan. So if you haven't followed yet, please follow it too. Okay, let's get started. どことどこのハーフですか？コロンビアと日本のハーフです。コロンビアと日本のハーフ。で、生まれとか育ちとかは？生まれは日本ですけど、3歳の時にコロンビアにお母さんと一緒に渡って、で18歳の時にまた日本に帰ってきて、大学とかは全部日本で。じゃあ18歳までは、コロンビア。そうですね、うん、それはなんか18歳の時に日本に来ようと思った、どういうあれですか？まあ、アニメがずっと好きだったので、小さい時から、まあ、ずっとアニメを見てて、まあ、日本語も忘れないようにお父さんとかビデオを送ってくれてたので、まあ、また日本に行ってアニメの勉強したいなと思って。第一言語は、スペイン語ですよね。はい、そうですね。日本語のレベルとか、うん、どういう感じで日本語を話すようになったんですか？お母さん、まあ、少し喋れるんですけど日本語でも、やっぱり家だと、まあ、スペイン語がメインになって、で、まあ、日本人も周りには全くいなかったんで、うん、まあ、あと独学でなんかこう漢字のドリルとか見ながら勉強したり、うん、これからは将来はどっちに住むんですか？わからないです、まあ、まだコロンビアに帰る予定はないんですけど、アメリカとかフランスとか別の国に行ってみたいなっていう気持ちがあります、うん、ハーフで、いい面と悪い点とかって何が挙げられますかね？やっぱりどこ行っても外国人扱いになっちゃうっていうところがなんかちょっと嫌だ、うん、まあ、日本だとまだ外見がちょっと、まあ、アジアっぽいので言わなかったら気づかない人もいるんですけど、コロンビアだともう違いますね。もうやっぱり外国人みたいな感じになるんで、もう最初から接し方がやっぱり違いますね、うんうん、逆にじゃあポジティブな面は、いい面とかはあります？オープンマインドになるなんか、はいはい、まあ、日本人だからあなたはこうだよねみたいな、コロンビアで育ったからあなたはこういうことするよねみたいなこと言われるのが嫌だから、国籍とか、そのなんだろう、どこで育ったのか、どういう言語を話してるのかとかで人をジャッジするのが嫌いだから、なんだろう、その人としてなんだろう、知りたくなるなんだろう。ハーフで良かったですか？ああ、わからないまあ、ハーフで良かった、仕方ないんで、うん、良かったと思います、うん、思います。じゃあ最後になんかスペイン語とかで挨拶してもらえますか？はい、Hola a todos, mi nombre es Sakura, tengo un segundo nombre que es Rosa, soy mitad japonesa, mitad colombiana y me encuentro viviendo en Japón, y ya, un saludo a todos. ありがとうございますどことどこのハーフの方ですか？父がイラン人で母が純日本人です。純日本人。生まれはどういうところでみたいな？生まれがイランの首都のテヘランで、そこで1年ぐらい暮らした後に、まあ、あんまり記憶はないんですけど、うん、その後に日本に来て、そこからはずっと幼稚園も日本で、この年まで。ハーフで良かったなって思うところとか、これはハーフじゃない方が得してるんだろうなみたいなとこって何かありますかね？結構相手に、初対面の人に覚えてもらいやすいっていうことですかね。自分があんまり活発的じゃないので、そんなに人と会う機会はないんですけど、でも一度会うと大体、あの時のあの人みたいに覚えていてもらえることがあるのが嬉しいです。
逆になんかネガティブな点とかはありますか？ネガティブってほどでもないんですけど、そのパッと見た時に外国人だと思われることが多いので、その結構外国の方とかに道案内とかの この駅わかるとかそういうことを質問されることが多いんですけど、でもやっぱり育ちは日本なので、そんなにもう日本で学べる程度の英語力しかないので、やっぱり道案内とかちょっとできなくて、その度にちょっと申し訳ない気持ちになります。ペルシャ語はどうですかね？なんかすごい基本的なこんにちはとか、そのサラームとか、メルシーとか基本的な言葉は聞き取れますけど、基本的に両親とも日本語が喋れるので、私自身はそのペルシャ語を勉強しないと日常生活に支障が出るっていうことはなくて、なんか家とかでペルシャ語を喋るとかはあんまりなかったですか？じゃあ。そうですね、うちの場合はないですね。でもその家の絨毯がペルシャ絨毯だったり、その小物がちょくちょくイランのものだったりして、ちょっとそういう雰囲気は感じることができます。じゃあ友達とかでハーフの方とかが多いですか？結構いますね。高校も結構そういう国際的な学校にもちょっと通っていたので、ハーフの友達とか外国人の友達とか、その日本語がむしろ喋れないぐらいの友達も、まあ、普通に生活してるよりは多いかもしれません。私がちゃんと喋れるかは別として。じゃあ日本に、これからずっと住む予定ですかね？私はそうですね、結構その茶道が好きだったり、あと日本史とか日本の神社仏閣とかそういったものがすごい昔から好きだったので、私は日本にいると思います。なるほど。ハーフで良かったですか？良かったとか良くなかったとか考えたことがないぐらい自分のアイデンティティとしてしっくりきてるので、まあこれが自分だっていう、他の人生を生きたことがないので、まあ良かったのかなって思います。ありがとうございます。ありがとうございます。どことどこのハーフの方ですか？コロンビアと日本のハーフです。日本で生まれて日本で育ってますか？そうです。コロンビア12年合計バラバラですけど、で日本は残りの13年。あ、じゃあ半分半分です。本当にそうです。どうですか、なんかハーフ、まあいいところと、まあ、悪いところ、まあ、両方あると思うんですけど、なんか意見とかありますか？好きじゃないところはなんだろう、気のせいかな、電車に乗ると横に誰も座ってくれないです。それがまあ確かに見た目が外国っぽいから座ってくれない。そうです。あとそうですね、お客さんだと、日本人のお客さんだと違う言い方なんですよ、外国人と。あるあるんですよ、私にたまにあるんですよ。なんかこの店日本人だけとかあるんですよ、あるんですよ。全部じゃないんですよ、店舗全じゃない。まあいいところはなんか結構男前だなとかよく言われるので、こっち嬉しいんですよ。日本人の友達、それともハーフの方との友達が多いかとか。おお、面白い質問です。あんまりいないです、日本人の友達は。でも日本で生まれて育ってるんですよね。まあいるは、知り合いはいるはいるんですが、やっぱりなんていうんですかね、なんか考えが違うんですよ。なんか結構コロンビアって結構テンション高く細かくないんですよ。でも日本はルールも絶対守らないといけない、理由あってもなくても守るんですよ。じゃあ例えば公園行くんじゃないですか、友達、日本人の友達と。あ、その公園は犬の散歩したらあかん、書いてるから。公園でしょ、いいじゃない。だからこれはコロンビア人の考えけど、まあいいところだと思いますよ、ルール守るって。なんかしょうもないルールがあったら、なんか南米人の方がラブラブラブラよく話すんですよ。面白いです。ありがとうございます。Okay, thank you for watching so far. How was it? That was interesting. I'm 100% Japanese, so sometimes I wish I was half Japanese, half American, because, you know, when I learn English, I have friends from high school who is half Japanese, half Canadian, and he speaks English really well, like native speaker. Sometimes I envy about it when I learn English.But of course, there's a negative part of being half Japanese in Japan.
So I wanted to know about it actually. Some of them mentioned about Japanese people treat them like foreigner because of their look. But me personally, that was a really interesting interview for me. I was really enjoying it. Okay, thank you for watching. If you like this video, click like button and please subscribe to my channel. And next video, I'm going to interview Japanese people. What do you think of stereotype of Japan, of Japanese? And I'm going to interview foreigners in Japan. What's it like dating for foreigners in Japan? So please check it out when I upload it. Okay, see you next time.